名古屋市の中区役所ホールでは、きょう午後、新型コロナワクチンの4回目接種が始まりました。1日最大630人にモデルナ製のワクチンを接種する予定ですが、初日のきょうの予約は5人だけで、今後も予約枠にはかなりの余裕があるということです。どこで感染するか分かんないしね、まあ、ちょっと安心かなと思いますけど。対象は3回目接種から5ヶ月以上経った60歳以上の人と、18歳から59歳で基礎疾患のある人や重症化リスクが高いと医師に判断された人です。名古屋市の対象者はおよそ80万人で、市は今月下旬以降に接種が本格化するとみています。